僕はですね、ぴょこたんっていう名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。早めに USJ を切り上げてね、新世界とかも行ったの。新世界っていう、行ってみて気づいたのが、こっちで言うところの浅草ぐらいの感じかなと。なんか JRA の浅草の馬券売り場の前で、ジジイが地べたに座ってさ、ワンカップ大関開けながら、うらーんとか言ってるじゃん。あんな感じのジジイがいたりとか、将棋センターみたいなのがあってね、じいさんたちが将棋で戦ってたりとか、温泉施設みたいなところとかさ、エロい映画みたいのをやってる古臭い映画館みたいな寂れたところとか、で、通天閣っていうタワーに登ってね、この上のさ、ガラス張りのところまで登るのに、こちら、まず課金900円ね。だけどね、さらに追加で300億円払うと、この300億円、僕お金持ちだから300億円払った人だけ、このなんか上のさ、風が当たる外のところに行けんの。そこがめちゃくちゃ良かったね。展望パラダイスっていうさ。でもこれ、どう見てもここ、係員さんいないし、300円払わなくても、ここ、ドア開ければ普通に行けるじゃんって言うんだけど、一応ね、不正はしたくないから、300円払ってちゃんと半券を、ちょうどその入り口の裏側にいるお姉さんに切ってもらって、そのドア開けて、上行ったんだけど、これやばいね。せり出してる、なんか、なんていうのあれ。通天閣がこう立っててさ、てっぺんから、金網だけせり出してて、一番先っちょのところがガラス張りになってるさ、羽田市展望台でですね、絶対ジャンプしちゃダメ。走っちゃダメ。マックス2人で、壁絶対登っちゃダメ。ほんとバカこれ。じゃあ行きます。これ、いやー、もう風強いもん。しかも今日半端じゃないか。いや、ほんと震える。ダメこれ、すごい怖さ。あー、ダメだ。こんな恐ろしいことしたくない。やだ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 、超怖い。あー、ほんとに怖い。足震えちゃうよ。真下が、うー、じゃあこうスマホだけ、うーうーうー。あれ、バカでしょ、考えたやつ。すごい怖かったもん。僕たちが行った後に来た若い奴らがね、平気でさ、その先端の斜めになってる金網に、こんな風に寄っかかってさ、こう写真撮ってるバカいるんだけど、あいつだって今よく言う、高所平気症っていうの、あれ病気でしょ。なんでお前は、この金網を信じてるのって、日本の建築技術を、なぜそこまで信じられるのって。だって、単なる金網と下、ガラス一枚の強化ガラスかもしれんけど、単なる一枚だよ。そここうやって、もし、金網がさ、何らかの理由でバチャーンってなったらもう死確定なのに、なぜそこまでできるんだろう、あいつら。で、こんなのになんか自撮りでね、そこに寄っかかりながら、男女でさ、俺は怖くないぞっていうアピールがかっこいいとかと思ってるのかなと思うんだけど、実際問題、ああいうところを怖がらないやつって、病気なんじゃない？そもそも、高所恐怖症とか言うと、なんか、驚く人の方が病気みたいに思われるんだけど、逆でしょうよ。お前らなんでそこ怖がんねんって、バカ、人間として劣ってるし、そういう気持ちのやつの方が、林にするんだからバカなんだよ。それをさ、僕強く主張したい。だから、高所恐怖症っていう言葉もさ、放送禁止用語にしようよ。それの方が良くない？だって、危ないもん。それで死ぬ人とか結構、特に子供とかで死んじゃう人いるんだから。行けばわかるけど、あそこをビビらない奴は人間じゃねえよ。病気だよ、もう。高所平気症っていう方を病気にして、高所恐怖症っていうのは、当たり前の生理現象っていう風にしないといけないから、高所恐怖症っていうのがまずおかしいんだって。こっちが病気じゃねえんだから、お前らが病気なんだよっていうことを、もうちょっとこれ、周知していかないといけないなっていうふうにね、思ってきたわ、あいつら見てて。なぜそこが絶対に安全だと思ってんのかなっていうのがよくわかんなくて。で、タワマンとかでずっと育ったやつって、高いところは当たり前だから、なんかすぐ落ちちゃったりするらしいのよ。なんかあと、危険な YouTuber とかでもさ、パルクールとか行って、なんかビルとビルの間ピョンピョン飛んでるバカいるじゃん。あれで死ぬやつが結構いるんだけど、結果、早死にするってことは、バカなんじゃないのっていう。だから僕はそういう意味でね、地に足つく底辺が一番落ち着くっていうのはね、まさにそういうこと。だから底辺名乗ってんだなっていうかさ、ほんとしっくりきたよ。腑に落ちたっていうか、死ぬ確率が低いのはビビリンボーの僕たちだから。「西日暮里から」